こんにちは、末広です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は Twitter のアカウント作成方法、 Twitter のアカウント作成方法と簡単な使い方の説明をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずはですね、 Twitter のホーム画面ですね。こちらが Twitter のホーム画面ですね。このホーム画面のリンクはですね、ブログの方に貼っておきますので、そちらからジャンプしてきてください。で、早速アカウントを作ってみましょう。こちらですね。で、まず呼び名ですね。こちら本名じゃなくてもいいので、ニックネームでも大丈夫なので、とりあえずですね、今回テストですから、私のブログのあれで入れますか。で、こちらに電話番号またはメールアドレスって書いてますね。まあ、メールアドレスでいいと思いますね。で、パスワードですね。パスワードは任意ですね。で、これはパスワードの安全性ということですね。とりあえず今回テストなので、こんなもんでいいですかね。で、作成ですね。で、電話番号を入力。これはとりあえずスキップしてでも大丈夫ですね。ユーザー名ですね。これ後ほど変更も可能なので、今回ですね、テストにしてきますね。かぶってるやつはダメでしたね。これにしておきますかね。ワードプレスのあれも入れて、そうしますね。始めましょうってなりますので、それとこちらですね、クリックですね。ここですね、適当に、何でもいいんですけど、要するにこの関連のですね、こちらを選ぶことによってですね、関連のアカウントだったり、そういうニュース記事が、あなたに送られてくるということですね。こうやっていきますか。はい、こちらですね、あなたがもし Gmail を入れた場合でしたら、 Gmail のアドレスに載っている方をから探しましょうということなんですけど、こちらは無視していいですね。利用しないで、で、フォローするアカウントを選ぶということですね。最初にですね、この30人フォローして続けるということですね。何か30人入れないといけないということですね。フォローしないといけないということですね。このようにですね、この青いマークがついているのはですね、公式アカウントですね。要するに、芸能人だったり、SKE、そうですよね。有名人ですね。芸能人。まずその人たちからやりましょうってことですね。フォローしましょうってことですね。まずフォローとフォロワーの、意味ですけど、フォローというのは要するに、例えばこちらをフォローしたとしますと、この人たちの情報があなたのタイムラインに流れてくるってことですね。この人に興味があるってことですね。で、フォロワーというのはですね、あなたのことをフォローしてくれる人ですね。あなたにことが興味があるということですね。
それがフォローとフォロワーの違いですね。まあ、適当に上から、あ、これでもいいですね。全てを選択で、はい。通知をオン。ブラウザのポップアップ通知をして、まあ、これは後からでもいいですね。まあ、今はしない。はい、そうしますとこれですね。今作ったやつですね。こういうふうにアカウントができます。画面の見方ですけどね、要するにこれがいわゆるタイムラインですよね。先ほど30人フォローしたじゃないですか。だからフォロワーが30人、フォローが30人いるってことですね。まだ誰でもフォロワーされてないのでフォロワーゼロなんですけど、要するにこの30人、先ほどねやった方々の、ツイートとかがこのタイムラインに、あなたのタイムラインにね載るってことですね。まあ、タイムラインとかですね、要するにまあ見方はまあ Facebook のタイムラインと一緒ですね。まあ、こういう感じでツイートがあるってことですね。でですね、ツイッターはですね、アカウントをですねゆっくり育てていくっていうことが大事なんですよね。これはスパム防止でもあるんですけど、今フォローが30じゃないですか。で一気にじゃあフォローをたくさん増やせばフォロワーも増えるんじゃないかっていうと、そうじゃないんですよね。ツイッターですね、フォロワーがですね100人になるまで、あなたのフォロワーがですね100人になるまではですね、とってもですねアカウントとしてとっても弱いんですよ。それなぜかと言いますとね、これスパム防止ですね、一気にフォローしてフォロワーを増やそうとしますとね、スパマー扱いにされるということですね、ツイッターから。でアカウント自体が凍結されてしまうということですね。まあ、凍結をですね解除する方法もあるんですけど、1、2回ぐらいならねまだしも、解除はできるんですけど、あまりにも短期間にねそのフォロワーを増やしすぎますと、いやペナルティを食らってですね、最悪の場合はもうアカウント自体が削除になるということですね。じっくりですねツイッターのアカウントを育てていくということを頭に入れておいてください。まずは100人ベースということですけど、まずフォローもですね1日20人から30人っていうか上限があるんですよ。その上限をですね守りながらまずフォローしていく。でフォローされるようにするってことですね。でフォロワーが100人超えると少しアカウントが強くなっていくんですね。でそこからですねフォローとフォロワーのバランスもまた必要になってきますので、そちらのですねまた別の動画で説明していきたいと思います。はい、そうしますとですねこれがホームですよね。まあ、通知ですね、こちらですね、あなたのツイートが、リツイートされたときにここに載るってことですね。あ、リツイートの意味ですけどね、リツイートはまあ簡単に言えばシェアされたってことですね。あなたが発信した情報を、他の方がシェアしたってことですね。それが、ツイッターの中ではリツイートっていう意味ですね。でこのメッセージですけど、要するに、まあ、ツイッター内の、まあ、ショートメールみたいなって言えばいいですかね。それが相手から送られてくるといった時に、表示されるということですね。もちろんあなたも送ることができますね。まあ、大体これ送ってくるのって、まあ、振り込みですね、もしくはスパマーとかですね、まあ、外国のアカウントが多いですね。まあ、このダイレクトメッセージですね、直接やり取りしない限りは、まあ、無視してでも全然構わないと思いますね。でツイートですね、あなたがもし何かつぶやくときはそうですね、こちらを押してですねここに文章を書くということですね。ツイッターですね120文字ですね、120文字以内のね文章を送ることができますので、まあ、テストでやってみますか。テスト
演奏しますと、今送りましたね。はい、こういうふうに自分のタイムラインに乗りましたね。自分の発信したねツイートも、タイムラインに出ますので、そうですね。でツイッターのですね、このタイムラインの寿命はですね、ちょっと短いんですよね。要するにまあ Facebook とかね、LINE のタイムラインの場合でしたらね、まあ、一つの記事を投稿したら大体半日か1日ぐらいは相手に表示されるじゃないですか。でもツイッターの場合ですね、もう本当に一言一言が、展開が早いので、もう大体このツイートがですね、寿命がまあ5分から15分って言われてますね。だんだんもう、まあ、このようにまず新着きましたよね。他の人が喋ってるようなとか、だんだん埋もれてきますので、このようにですね、なのでですね、ツイートはですね、発信したら、ツイートをしますと5分からだいたい15分の命と、思ってくださいね。なので本当に瞬発的なものなんですよね、ツイッターの情報というのは。それだけ、情報のそれだけですね、情報の更新が早いということですね。それも頭に入れておいてください。あとですね、こちらにこれはホーム画面ですね。こちらですね、あなたのプロフィール画像で、こちらにあとバックのね画像を、まあ、プロフィール画像ですね、こちら変えればパソコンからアップロードできますし、まあ、スマートフォンからでもできますのでね、スマートフォンからでもいいですね。でヘッダー画像もそうですね、あなたのパソコンから、もしくは、スマホのですね、ツイッターのアプリからログインしてアカウントをつなげてですね、スマホからやるのもありですね。こちらやりましたら、まあ、変更保存を押せばですね、こちらが変わりますね。あとですね、プロフィール編集ですか、まあ、最初に入れましたけど、こちらもいつでも変えれますね。要するに ID だけがもうずっと決まってるんですけど、ニックネームですね、要するにここはニックネームはいつでも変え切れます。で自己紹介ですね、どういうことをつぶやきますとか、そういうのを入れておくといいですね、キーワード的なもの。場所、まあこれはほっといてもいいですけどね。でホームページ、こちらにあなたのブログの URL とかですね、そういうのを入れておいた方がいいですね。まあ、この場所にですね、もし YouTube のアカウントを持ってないとしたら YouTube のアカウントの URL 入れておくのもありですね。まあ、カラーは要するにこれですね、を買い切れるということですね。まあ、これもご自由に選択してもらって、誕生日、まあこれは任意ですので、まあ、いちいち入れなくてもいいですかね。でこちらも設定しましたら変更保存ですね。そうすることによってプロフィールも変更できるということですね。はい、以上がですね、Twitter のアカウント作成方法と、大まかなですね、Twitter の基本的な使い方でした。詳しい使い方とかですね、また別の動画で説明していきたいと思います。では本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。